はい、どうもこんにちは、ラクラクラクです。サイコブレイクパート9やっていきたいと思います。はい、ということで前回はですね、メガネイケメンジョセフさんとキッドさんに会いましたね。で、メガネイケメンジョセフさんは怪物になりそうなところをなんとか抑え込んで、一緒についてきてくれました。で、キッドさんはちょっと囚われてたんですが、敵がわんさか出てきた中、ジョセフさんと一緒に倒して、で、なんとかキッドさんを救ったんですね。しかしまたはぐれてしまったんですね。一回地下に行ってそこでまた合流したんですけども、またはぐれてしまったというところで終わりました。で、ちょっとまたちょっと話が変わってですね、とある友人からですね、ちょっとヒントというか面白いよって言われたことをちょっと今からやりたいと思います。オプションでですね、どれですか、敵接近アイコン、あと敵接近と発見アイコン、これを表示すればなんか面白いよって言われましたので、まあカジュアルだけ表示になってたんですが、サバイバルでも、難易度サバイバルでもちょっとこの接近アイコンは表示したいと思います。なんか表示した方が面白いよと言われたので、そうしたいと思います。ということで、これだけ変えてまた始めていきたいと思います。はい、ちょっとわかんないんですよね、敵接近アイコンっていうのが何が出るのか、そしてどういった意味で面白いよって言ったのか面白いよっていうか、まあ、楽になるのかな、まあ、敵がなんか捜索しているところがわかるとかそういうのなんですかね。はい、ということで、最後なんか分かれてしまったんですよね。ポイントは4600、まあ、あ、でもちょっと見てみましょう。またここに戻ってきたんですよね。またここの扉かといって、で、またみんないなくなっちゃったんですが、どうしましょうかここはちょっと5000、6000って高いですね。接近ダメージはちょっと振らないでおいて、クロスボウ、ストック、マッチ1500、これはちょっといいですね、いいですね。ショットガンとハンドガン前回あげたんですね。これがいいかな、ハープンボルト。ちょっとハープンボルト結構使いそうなので、これ、そしてなんていうんだ、追加がされるんですね。炎ダメージが追加されると。これ、あ、レベル5ではか、あー、ちょっと困ったなしっかり読んでなかったんですね、編集の時。あれ、炎ダメージが追加される、お、次にじゃあやろうかなと思ったんですけど、レベル5ではですね、あー、どうしようかな。まあでもちょっとダメージを上げたいですね。マッチなくなった時困りますから、そうですね、ちょっとこれやってみたいと思います。ハープンボルトの威力を上げるということで3100、あー、もう一個上がりますね。でもちょっと厳しいかな、弾はありますし、マッチ棒増やしたいですね。なんか取れなくなったらもったいない、そんな気がするので、ちょっとマッチ棒は増やします。よし、これでいこう。よし、では行きましょう。ということで、またジョセフさんとキッドさんいなくなりました。マネキンがあります。では戻りましょう。で、気づいたんですけど、これ灯台のマークなんですよね。何か意味あるんでしょうかね。最初の方で灯台が出てきて、それに光を当てられたらなんか怪物になりましたから、なんか意味あるんでしょうね。うわ、手跡がいっぱい。あれ？あれ？ここしかない。あ、あっちか。こっちみたいですね。ちょっと待ってください。これは意味ない。じゃあ、行きましょうか。こっちみたいですよね。よし、行こう。ここはいっぱい。なんだ、トラップがある。血の滴る音。トラップ解除。よし。こっちは？こっちは行く場所いっぱいありますね。なんだ？あ、なんか
歩きになったと思ったら、はい、トラップアイテム。向こう気になりますね。こいつも気になりますね。あ、今マッチないんだ。あー、嫌な予感するな。なんかうめき声。あ、敵捜索アイコンってこれか。目の跡が出てますね。目の跡っていうか目のマーク。敵が近くにいるんでしょうね。あ、いた。なるほど、こういう風に出るんですね。敵がいますよーっていうマークなんでしょうね。ちょっと待ちましょうか。こっち行ってみましょう。よし、じゃあ下に降りてみます。ランタン消していいんでしょうかね。う、見えるからいいんですけど、ちょっと暗いの危ない。え、何、危ない、トラップだ。あ、下にあるな。あ、やっぱり。あ、大丈夫みたいですね。ゆっくり進んでいけば大丈夫か。あー、来た。どうしよう。こいつ当てるか。なになになに、危ない危ない危ない。お前がいじるの。くらえ。よし、ヘッドショット。あー、燃えるのない。まだ来るだろう。くらえ、くらえ。よし、もう復活しないか。 OK、 踏みつけ。 OK、 大丈夫ですね。うん、ヘッドショットすればいいみたいですね。火がないときはヘッドショットを優先して狙っていきます。あ、また宝箱。手前に木箱。回復が出ない。デレ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 デ壊れる。いいですね。そしてアイテムゲット。でで、でで、でで、でで。よし、ポイントゲットです。あ、ここだけか。あまり意味なかったですね。まあ、めちゃくちゃいいクロスボウの弾をゲットしました。よし、出ない。よかった。また罠にかかってグサッとなるかと。よし、では先に進みましょうか。この瓶であっちに気をそらせたいですね。で、ちょっと待ってください。弾がないので、ショットガンの弾を3発しかないか。じゃあ、クロスボウでいきましょう。フリーズボールと。パーツ5個も必要。すごい。なあ。でも凍らせればいいと思うから、とりあえず一発しかないですけど、フリーズボルト一発、これにかけたいと思います。まあ敵に気づかれたらですね。まずはこれで後ろに起動できればそっちに反らせたいんですけど、いけますかね。見れちゃう、バレちゃうから。ほい、間違えた。ほい、あれ、ほい、あー、失敗。あれ、意味のない。どうしよう。やっぱりクロスボウ持って。こんにちは。当たってない。当たった。この野郎。よしで、ですよ、1個もう1個作ろう。ウィーズボルト1個作成、リロード。あれ、違う、フリーズボールト。くらえ、外してない。こうなごなー。よし、お、回復持ってました。いいですね、フリーズボールト使えますね。でも5っていうのがちょっと辛いというか大きいですね。お、
びっくりした。びっくりした。マネキンか。おお、ちょ、なになになに、またトラップか。トラップが、ちらほらありますね。ポイントゲット。ゆっくり行きましょう。また、カショって言って、行かないですね。トラップあるのちょっと困るな。一発死でしょうから、ゆっくり。敵接近アイコンはヒントですね、ある意味。よし。透明な敵にはちょっと、いいかも。どっちだ？こっちかな。まずこっち行きましょうか。あ、誰もいない。おいしょ、ちょ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 。なになになに、お前か、お前か、クソ。ちょっと待って。ポイントゲット。ここ。あ、ちょちょ。マジマジマジ。マジマジ。無限も首だらし。あ、なしなしなし。捕まっちゃダメだね。くそ。あー、出てくるのにビビらないで取っておけばよかったな。失敗しましたね。ポイントとロッカーとアイテム、トラップアイテム、その3つがありました。うわー、またこっからかー。よし、急ごう。まずは、マッチとボルトですね。ボルト？ボルトじゃない。まず、マッチとハプボルトですね。OK。で、ポイントと、あとフローズン、どっちかわかんないです。ボルト。よし。よし、急ごう。気合うる必要ない。で、ここのトラップを解除。OK。で、こっち行って、ですね。ピン取って、アイテムゲット。で、ジャンプ。うん、大丈夫だ。はしごはジャンプした方がいいですね。で、待つ。で、どうしましょう。ハンドガンに切り替える前に、お前に当てる。あ、待て待て。来ない。てくらえ。あ、意外と近かった。あのレバー意外と近いですね、トラップがある。急がば回れ。ゆっくり行きましょう。くそー。一発しありかー。ボルトと、マッチ。もう必ずこれやんなきゃいけない。レッドストーク。マッチ。ハープボルト。連続で、ああ、よし。これで何度目だよ。セバスチャンもね、ちょっと頭を抱えております。よし。このマネキンもね、きっと思ってるでしょうね。何回目だ、この野郎って。よし。で、トラップ解除。で、瓶持ってく必要ない。ハンドガンで倒していこう。ジャンプ。燃やしたいんですけどね。ズガッ。よし。で、ちょっと待つって触る。こっからもう狙っていいんじゃない？こっち来いや。で、これ。よし。これすごい首がビュンビュンになるんですよ。OK。これが一番楽かも。では上に上がって。で、箱を破壊。
すごいですね。一発で4個も破壊するんですよ。またこれだ。テレ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 よし、オッケー。で、これはポイントですね。ゲット。で、ジャンプ。ほい。オッケー。端はジャンプした方がいいですね。段差ダメージはないようです。よし、ここまで来た。で、ですね。一個も作っちゃいましょうか。フローズボルト。フリーズボルトですね。オッケー。あ、ちょっと待って。装備してない。よし。よし。行くぞ。ん？あ、弾を取ってない。来るか。来るか。来ない。よっ。外した。外した。くらえ。くらえ。ババーンと来て。フリーズボルト、危ない危ない。じゃこれだ。パキーン、砕けろ。よし、オッケー。で、ハンドガンに切り替えますか。あ、リロードしてないですね。リロディン、オッケー。で、ハンドガンリロードしましょう。で、ここのボタン、ポチッ。すごいですよね。ここ調べてなかった。お、アイテムゲット。トラップアイテムめっちゃ出ます。よし、開ける。どうしましょうね。ここ開くか。え、どうすればいいんだ？え？どうすればいいんだ？あ、調べるかな。調べる。よし、回復ゲット。よし、5セーブしたいですけど、戻ればいいんですね。セーブしに戻りましょう。ここ全部アイテム取って、よし、行こう。取る取る、ない。ちょっと待って、銅像あった、銅像あったけど無理。逃げろ逃げろ逃げろ、ダメだ。マッチがない。よしよし、くるくる。え、開かない。あ、燃えた。え、ここまで逃げれば OK ってやつですか。あ、逃げた。火に弱いのか。いや、前回めっちゃ火で燃やしたじゃないですか、あの人。なんだなんだ、パサパサ音く。鳥？あ、すげえ。ここにあったやつですね、きっと。あー、マジか。前回っていうか、前の回にネズミが背負ってたんですよね。なんか全然気づかなかったんですけど。今回は、ハトみたいなやつが。よし、ここかな？当たった？当たんない。あと一回。あと一回チャレンジ。あれ？ほっ！よし！OK、鍵ゲットですね。弾がもったいなかったな。火に弱いのかって。前は2回ほど燃やしたはずだ。え、何？あー、消えた。なんだろう。何が来るんだろう。チェックポイントこっからだから良かったんですけど。うわ、燃えるな。どこ行けばいいんですかね。なんだ、いやだだだ、毎回終わったー。どっちから来るかによって蹴る方向。こっちか。よし、蹴る。離れよ離れよ。さあ来い、さあ来い。あずしゃ、じゃあ、私、ああ、そんなもう無限往復ビンタでしょ。もう分かってんだよ。捕まったら一発死って。捕まったら一発死です。捕まったら。
お前な絶対倒してやるからな。ロード画面で出るほどですからね。絶対決戦でしょうね、これが雲女との決戦。ちょっとそっちに置いておきます。まさか外すとかな。こっちから行こう。さあ来い。早いですからね。さあ来い。オッケー、燃えろ燃えろ。まだ来るか。ちょっとその間に火種を、これか。取れない。取れる。あ、今尽きた。くそ、ちょっとリスクあるな。くらえ。よし、あっちにもあったな。これだ。なになに、消えた。よかった。え、よかね。移動できんのかこいつ。違う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 。あー、くそ、カードから攻めるのなし。はあ、カードから攻めるのなしってどこの小学生だよ。何高売りでジャンプして同じ高さだからありとかそういう感じ。いや、そういうのなしだからみたいな。どこの小学生だよ。よし。待って待って、ちょっと戦法考えよう。マッチを集めよう。マッチじゃねえ、松明集めよう。松明がないんですよね。バツで戻す。よし、集めよう集めよう。一箇所に松明集めよう。あ、ちょっと待って、丸連打で回復が早くなる。オッケーか。スタミナを回復するには丸連打がいいみたいな。あとはないかな。こっちかな。こっちからも出たりして。なんだこれ。押してみましょう。あ、なるほどね。ここで焼却すれば早いんじゃない一番。うん、ちょっと試してみますか。降りれるかな。あ、そっから出てくるのかな。多分死体で瞬間移動するから、そっから出てきたら急いで登ってっていう感じかな。よし、とりあえずあの松明を使おう。すごいや。すごい、目めっちゃ開いてますね上。すごい。松明、松明を取る。あ、見えてるね。後ろか。オッケー、分かってるよ。じゃあ、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 オッケー。で、次、多分こう燃えたら瞬間移動するんだ。分かった。じゃあ、ちょっとこっち来てください。ここの近くに来ました。よし、近い。こっち来て、突進が怖いんですよね。これこれ。あ、やばい。よし、勝った。俺の勝ちだ。これ、ここに行って、そこから出てくるはず。来た。よし。さあ、来い。で、レバー引く。止める。よっしゃ。ダメかな。何回もできる。やった。さあ来いや。無限ループだよ。あれ、向かい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 。あれ、もう引けない。ちょっと、そんなそんなそんな。ああ、合体しちゃった。しゃもしゃもしゃ、もうないかな、火種。ああ、やばいな。弾、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ないか、これだな。どっちから来る。こっちから来てる。どっちだ。後ろか。危ない。ああ、時間か。
これで勝ちたいな。さあ来い、さあ来い。やばい、あんねー、まだか。あーまだっぽいな。じゃあ一旦切ろうか。こっちだな。ちょっと一旦カットさせてもらいますね。はい、では一旦カット。はい、ということでカットさせてもらいました。クモ女なかなか強いですね。火が弱いはずなのに何回も何回も燃やしても生き返るというか、難しいです。はい、このまま燃やせば勝てるんでしょうかね。まあわかんないんですけど、まあやっていきたいと思います。いただきます。この後ろ俺来た、もう来た。あれレバーどこだ、レバーがわかんない。あーちょっと待って待って待って、レバーがわかんない。どうしよう、来た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 、どうしましょう。こっちでいいのかな、こっちは何かな。あ、ここにレバーがあるな。来た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 、もうもうもう、バイバーイ。やばいやばいやばい、くそ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 、危ない危ない、やばいな。あれちょっと待って、来てる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 、くそくそ、どうしようどうしよう、よし、待ったな、降ります降ります。よっ、危ない、この乗れば、また来る、来て来て来て、ガチョン、バイバイ。よし、オッケー、よし、はあ、なんとか倒しましたね。じゃあこのまま続けようか。セーブして終わりたいですね。ちょっと一息つきたいです。そこで終了したいと思います。はあ、なんとかですね、連続で燃やせばよかったのかな。あ、マッチ来た、やっと来ましたね。ではじゃあ何かありそうですか。ここでじゃあいいとこで終了したいと思います。はい、サイコブレイクパート9、これで終わりにしたいと思います。いや、クモンダもまあ一撃シング普通でしたね。なんでしょうね、あの無限往復ビンタ逃げられないっていうのがちょっとまあ困ったんですけど、瞬間移動もありましたし、突っ込みがある、突っ込んでくるっていうのもあったんですが、まあ燃やせばまあすぐでしたいやでも難しかった、急にボワーって出てくるんでね、めっちゃビビりましたしはい、ということで、サイコブレイクパート9、これで終わりにしたいと思います。続きはここからですね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では、次回お楽しみに。さようなら。